ダラマハガレは、ソマリアのサナーグ地域にある町。110キロメートル東にダハールがある。プントランド軍の基地がある。ダラマは、ソマリ語でアカシアを指す。ダラマハガレは、スール高原の中央に位置するハディード高原の中にある。この地域の大部分は、石膏室の土壌である。アカシアの木が点在しているため、家畜の共同放牧に利用される。2005年11月。 サナーグ地域が水不足となり、ダラマ剥がれも深刻な場所の一つと伝えられた。2013年3月、ダラマ剥がれで、ワルサンガリ氏族とデュルバハンテ氏族の和平会議が行われた。2014年9月、ソマリランドの国防長官がヒンガロールのワルサンガリ、氏族の会議に出席しようとしたが果たせず、ダラマ剥がれで足止めを食らっている。2019年5月、 プントランド教育大臣がダラマハガレを訪問した。ところがその直後、ダラマハガレでソマリランド軍とプントランド軍が衝突した。被害は双方を合わせて死者9名ほどとみられる。ありがとうございます。